で、APP は、はい。立花さん。はい。何本ですか？ APP は、80です。はい、80なんだ。はい。最高90。80。90だけ最高。あれ、じゃあ90だ。最高90。最高90だ。じゃあ90だ。あ、じゃあ90で。90で。え、何これ APP って。はい、まあ、これはなんか、まあ、終わったら、なんか自分で調べてください。目星は周りに何か怪しいものがないか役に立つものがないか目星をつけるスキルだね。あ、まあ、探索系。そうそうだね。結構あ、それ好き。定番だけども、まあ、全部自分の視力で振ってもらえるとここはめちゃめちゃ好き。めちゃめちゃ目良くない？ 45、70%よ。え、目視力の良さの話、それとは、うん、ここに視力の良さ。視力の良さだったらちょっとないかな。あ、でも何役立つもの。おうおお。目利き度がなんかこれ怪しいなー的な感じのそういう探索系とかだったら目星高くいいんじゃない？打ってもいいんじゃない？じゃあ目星も得意だしね。それはマジで目星よ。まあね。免許持ってる？なの？車の。持ってる。おお、じゃあ運転自動車。運転っていうのはあると思うんだけど、そこに自動車って入れれば。自動車？そう、自動車運転のスキルになる。あ、はい、これでね、自動車運転のスキルです。まあ運転は上手い方なんでね。おお、いいね、いいね。で、信用っていうのがあるんだけど、はいはいはい。その信用っていうのは社会的な信用のことでお金なんですよね、これ。はい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 。で、一文なしが0。はいはいはい。で、釈迦さんが80。だったら自分どれくらいかっていう数字を入れれば。待って、釈迦さん80。釈迦さんで80。財力？はい。うわぁ。おぉ !8 分の1。ほう。戸崎さん。うん。またまた。隠してんじゃん。所得隠しじゃないこれ。あ、ちょっと興味あるから。あ、なるほど。じゃあ職業ポイントが10しかなかったから、はい、10使って。ね、はい、興味ポイントで、ね。まだまだこっからか。まさかね。そんな。基準が、はい、真ん中の基準は？真ん中とかないかな。0が一文なしで80がまあ釈迦さん。え、ちょっと基準はって金額言ったらよくないでしょ。さすがに、うーん、年収うんまんぐらいっつって、ああじゃあ私それだわって言ったら気まずいやろ。気まずいな。だ、まあ大体釈迦さんを80として。待ってよ、まあ、釈迦さんこんぐらい稼いでそうだな。0でしょ、まあ、一般よりかまああるとして。待ってよ、そしたら一般よりかはある。一般よりかはあるとして、あ、普通の人よりかはある。え、でもそれがその0から80が極端すぎて、はい、0から80の間が分かんないんだよ。まあそうだね、普通の人は、まあ、10ぐらいじゃない。普通の人が10だったら、まあじゃあこれで。おお、わからんけど、釈迦さんの半分ないぐらいはありますね。いいね、はい、いや、わからないけど。じゃあこの後に、短い動画が流れて私が話し始めたらスタートです。はい、ではチンクトゥルフ神話 TRPG 片城始めていきます。あなたは目が覚めると、病室のベッドにいました。どうやら手術室みたいですね。頭がめちゃくちゃ痛いです。そして体が思うように動かない。ちょっとどんな感じかやってもらっていいですか、一回。どんな感じか、はい、今すごい頭痛くて体動かんかったらどんな感じか。いってー、行ってって言ってから男の人が部屋に入ってきました。あー、気がついたようだね。君ここどっかわかる？どこですか？ここね、病院なんだよ。え、うん、君ね、雷に当たってここに運び込まれてきたんだけど覚えてるかな？いや、全然。ではここで一度アイデアを振ってみましょう。惜しい、78か。
そうですね。では、社会的に生きていくための記憶、例えば常識とか、まあ、そういうのは覚えてるんですけど、はい、まあ、自分自身に関する記憶がないということに気がつきました。はい。君、名前は？名前、戸崎美美です。戸崎さん。おお、名前は覚えてるんだね。名前だけしか、うん、どこに住んでたかは覚えてるかな？それもちょっとわからない。思い出せないか。君は自分に関する記憶を失ってしまってるみたいだね。はあ。うん、記憶喪失ってやつだね、これ俗に言う。これちょっと検査した方がいいな。お願いします。体も動かないだろうけど、まあ、しばらくすれば動けるようにはなると思うけど、そうだな、3日ほど入院してもらえれば私が治してみせよう。お願いします。なんかしなしなだね。まあ無理もないか、記憶もないもんね。ただちょっと申し訳ないことがあって。はい。ちょっとお願いなんだけど。はい。他に部屋がなくて。はい。ここ手術室なんだけど、ここで3日過ごしてもらってもいいかな？はい、わかりました。ベッド加えて、なんかその何でも OK してくれるね。何でもいい言ってくれるな。なんか不安だと思うけど、聞いておきたいこととかあるかな？ここ、うん、ここ、いや、なんでもないです。そんなビクビクしちゃった。じゃあ、私ちゃんとした医者だよ。大丈夫だよ。大丈夫です。恐れてないか、私のことは。本当に大丈夫よ。大丈夫です。大丈夫か。まあまあ、記憶がなくて、きっと不安なんだと思うけど。はい。記憶を取り戻していこうかなって思うんだが、戻したい、戻したいよね、記憶。戻したいよね、記憶。はい。大丈夫だよね。うん。そうだね。ちょっとおしゃべりをしようかなと思うんだけど。はい。おしゃべりは好きかな？多分。多分。うわー、まあ覚えてないもんね。そう。まあまあ、しゃべっていくと、いろいろお話をしていると、まあ、おのずと口に出してしまうというか、喋ってるうちに記憶って結構戻ってくるもんだから、はいはい、私はよくこの喋りながら記憶を取り戻すっていうのをよくやってるんだけど、おしゃべりしてもいいかな、ちょっと。はい。まあ怖いと思うけども、まあ、一旦おしゃべりしてみよう。じゃあ。はい。そうだね。じゃあ君は囚人のジレンマというのは聞いたことあるかな？いや、全く聞いたことが。もしかしたら覚えてないだけかもしれないね。囚人のジレンマというのは、まあそうだな、君と私が、はい、まあ、仮に何か犯罪を犯して共犯になったとしよう。はい。そして君と私は黙秘するか自白するかを選ぶことができる。なるほど。うん、この表を見てくれ。はい。例えば囚人 A が黙秘し、囚人 B も黙秘したら懲役はお互い2年だけだ。そして囚人 A が黙秘し、囚人 B が私がやりましたと自白した場合、囚人 A は懲役10年、囚人 B は0年の懲役になる。はい。そして逆に囚人 A が自白、囚人 B が黙秘した場合は、囚人 A は0年、囚人 B は10年、そしてお互い自白した場合は両方とも5年の懲役になる。はい。ルール分かったかな？はい。おお、じゃあこれ一回君と私でやってみよう。はい。せーので黙秘か自白を言う。はい。おお、もうどちらか決めた。考えてもいいよ。そうですね、うん、まだよ、せーのでよ、せーので。 OK です。お、決めた。決めたんだね。決めました。じゃあいくよ、せーの、自白。おー、君が懲役10年、私が懲役0年になりました。
なるほど悪いねなんかちなみになんで目標を選んだか聞いてもいいかな。いや、うん、2人で黙秘したら、うん、2年で済むからということは短い方が君は私が黙秘してくれると思ったんだね。そう、信頼して。どうして今日会ったところなのに。まあお互い、うん、悪いことをした仲だからあ、そもそもね2人が共犯してるってことだから。あ、いや違う、あのほう仲間、悪いことをした仲間、ほうほうほう、一緒にしたじゃなくて、ほう、あのまあ友情みたいな。ほう、友情ほう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 、そんな感じ。でもこれ結構なんだろうな、たまたま共犯しただけかもしれないよ。あ、うん、まあそれも信仰も何もなくて、まあ、なんか一緒の、うん、一緒の悪いやつ的な仲間意識的なほうほうほう、で信頼し信用して、ほうほうほう、こいつも黙秘するんだろうな、悪いやつは黙秘するんだろうなっていうことで。おー、いやでも悪いやつだから裏切って自白してゼロ年で抜けてやろうって考えるかもしれないよ。最低だないやだって犯罪者だからね最低かもしれないよ私が。なるほど、うん、よく私のこと信頼できたね。まあ、信頼したのが間違いだったなまあでももしかしたら君は記憶があった時は人のことを信頼できる人間だったのかもしれないね。つまり、なるほど、うん、人のことを信じやすいというか、まあいいことだと思うけど、そういう人だったかもしれないね。はいはいはい、うん、まあ、だってこうなんだ、もし仮にだけど自分の嫌いな人、はい、自分が嫌いな人、まあ好き嫌いあると思うけど人間、はい、嫌いな人が共犯だった時君黙秘する？うん、しない。自白する？自白する。おお、まあ相手にはよるけど、まあ基本的には信頼できる。その私みたいに素性を知らないというか、お互いのこと知らない、何の関係値もない人だったら信頼するってことだよね。そうかな。おお、まあでも今目標選んだもん、そういうことだもんね。うん、おお、基本的には人を信じたい。信じたいんだろうな。信じたいんだろうな信じたいんだろうな。なるほどなるほど。いや興味深い話だったよ。こういう感じで明日からもおしゃべりしていこうかなって思うんだけど、どうかな。大丈夫です。まあ大丈夫か。よし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 、はい、さてじゃあ私はそろそろ外来の患者を見に行かないといけないんだけど、はい、まあなんか今のうちに聞いておきたいこととかあるかな。私はこの手術室で何をしとけば、うん、安静にしとけばいいよはい、わかりました。あ、雷だからね、結構体きてるわよ。そうなのか。うん、しっかり休むべきだと思うけどね。わかりました、休んどきます、うん、今は安静にしとくのが大事だよ。他に聞きたいことあるかな、はい、もう行っちゃうよ。特にないか。なんていうか、まあ、いろんな患者の人いたけど、おとなしくて助かるよああ。というわけで、じゃあ、不安が、ああ、私はそろ行くから、はい、まあ、不安で心細いと思うけど、ちょっと3日だから頑張ってね。はい。ああ、それじゃあ、また後で来るよ。はい、また。そう言うと、男は部屋から出ていきました。あなたは今、手術室のベッドの上にいます。体が非常に重くて、動けないんですけど、手に届く範囲のものであれば調べることができそうです。なんかあるな、これを見よう。はい、読んでもらってもいいですか。器具
台の上には器具が並べられている。刃物の類はない。ここで、何かふさわしいスキルがあれば追加の情報を得ることができます。このポイントから。ああ。何かありますか。なんか怪しいところがないかなと。あ、もうそっち見ちゃう先に。そっち見ても。ベッドサイドモニター。このような機器が出されているということは非常に危ない状態だったのだろうか。数字が2つ表示されている。97と98と書かれている。はい、ここも何かスキル使えば情報が得られそうですね。この器具にもベッドサイドモニターにも何かスキル使ってみましょう。これかな。どれに使った、それ。どれに使ったんだ。どっちに使いますか、器具かベッドサイドモニター。どっちに使いますか。こっちで。よし、器具の方。実はマウスカーソル見えてないんですよ。あ、器具の方ですか。はい、器具の方で、はい、じゃ今の脳幹でいいんで、もう一回なんか使ってみましょう、器具に対して、はい、おー、成功したので、ベッドのそばに、台の上に器具が並べられてるんですが、はい、手術に使いそうにない器具というよりかは工具が置かれているということに気がつきました。工具？はい、ベッドサイドモニターの方もスキルが使えますね、まだ。はい、これかな。何使う？おお、知識。おお、成功。そうですね、まあ、あなたは知識をフル活用して、ベッドサイドモニターを調べたんですけど、はい、普通こういう機器は、まあ、心拍数とか血圧とかそういう異常を教えてくれる装置で、はいはいはい、まあ、こういうのが置いてあるってことは危ない状況だったのかなと思ってたんですけど、はい、普通自分につながってるはずなんですけど、この装置は現状自分自身にはつながってない、はい、ということが分かりました。自分の体にはこれはつながってないですね。なるほど。あれ、誰かいるの？あ、もしもし。はい。あ、こんにちは。こんにちは。ちょっとリアルすぎ。本当に病室いるんだね。本当に病室いるやん。お姉ちゃん、誰？私は、戸崎みみって言います。戸崎みみさん？はい、僕ね、夏ごめんね、ちょっと喉の調子が悪くて大丈夫？ごめんね、僕ね、ちひろって言うの。ちひろくん？うん、ちひろ、ちひろくん。僕もね、入院してるんだ。そうなんだ。うん、ずっとさ、ここにいるから暇なんだよね。めちゃめちゃ不安そう。よかったら話し合えてなってくれ。全然話してくれ。いいよ。めっちゃ怖がってる。いい？この病院のこと、うん、ありがとう、うん、僕さ、事故に遭っちゃってさ。うん、交通事故。結構大きな事故だったからさ。すいません、パン食べます。ひどいことになっちゃって、それ以来ずっとここにいるんだよね。そうなんだ。うん、お姉ちゃんどうして入院してるの？なんか雷に打たれたらしくて。雷に？そう。大丈夫なの？今は安静にしといてくださいって言われたけど、うん、記憶がないんだよね。え、記憶がない？うん、君もなんだ。え？あ、いや、ごめんごめん、僕はさ、記憶あるんだけどさ。うん、そこの部屋に入る患者さんってさ、うん、なんかみんな記憶がないって言うんだよね。だからそこはさ、うん、だからそこはそういう人が入る部屋なんだと思うんだけど。はあ。なんかさ、覚えてることってないの？覚えてること？うん、何も
自分の名前以外、うん、覚えてないな。まあそうなんだ。大変だね。でもさ、大丈夫。多分なんだけど、お姉ちゃんね、退院できると思う。本当？うん。僕のお父さんって名医なの。そうなんだ。うん。僕のお医者さん、お父さんはお医者さんなんだけど、なんか脳神経だったかな。なんかね、そういう系のお医者さんなんだって。へえ。うん。だからね、多分治してくれると思う。なんかね、僕のことも、お父さんが治そうとしてくれてるんだけど、ずっとね、諦めずにね、治そうと頑張ってくれてるの。そうなんだ。うん。だからさ、僕がさ、泣き言言ったらさ、お父さん困っちゃうでしょ？うん。だからね、僕はね、元気にいようって思ってるんだ。偉いね。本当にありがとう。照れちゃうな。じゃあさ、いいね、僕の夢聞いてもらってもいい？何何？僕のね、夢はね、うまいな、体が治ったらお父さんみたいなお医者さんになるの。すごいじゃん。本当？応援するよ。本当にありがとう。うん、だから、ミミさん、なんか呼びづらいからさ、ミミお姉ちゃんって呼んでもいい？うん、いいよ。ありがとう。じゃあミミお姉ちゃんも順調でござるな。だから大丈夫だよ。順調でござる。ありがとう。安心してね。じゃあそういう話をしていると、疲れてたんですかね。あなたは泥のように眠りに落ちました。いや、おはよう。何でその人の顔見てどうしたんだい、そんな。ビクビクして。大丈夫です。何でもないの。はい。どうかな、一日だったけど調子は。な。ん？いや。ま？大丈夫です。大丈夫。昨日より調子いい。はい、そうだと思います。そうだと自分の体じゃないのか。頭痛とかもだいぶマシになってきたんじゃない？そうなのかな。なんか視界が視界がどうしたの？なんかうんチカチカしてるっていうか、チカチカし、あ、光が強く見えるとか。いや、色が色なくなった。色がなくなった。はあ、なんだろうね。色が見えない。見えない。今、まあ、こう何色に見えてるのかな。白黒。え、白黒？白黒？白黒。全部？周りがもう全部白黒に見える。白黒に、なんかでも先生だけ。私だけ？なんか。うん。バグってます。バハハハハ。何ば、え、一応私はまともだよ。バグってないよ。結構正常だと思うよ、私。先生の顔が、顔がおかしい。え、ひどくない？君はもしかしたらちょっとデリカシーのない人間だったのかもしれないね、記憶があった頃は。いや、すごいな、顔がおかしい、やばくないか。はあ、まともに見れない。まともに見れない。何気まずい。気まずいね、なんかね。なんか気まずくなっちゃって、すいません。はあ、でもなんか目の調子悪いんだ。なんか目の調子が。まあまあ、これはじゃあ後で検査しよう。はい。心配しなくても良くなるよ。そうだ。それより、どうかな？昨日は何かあったかな？すごい寝てたけど、昨日。昨日は。うん。そうですね。なんか、うん、男の子とお話ししました。横の。横の。何か話してたかな？
夢があるって。夢がある、でかいな急に話がかっこいいね、はい、お父さんみたいなお医者さんになるって。わあ、そんなこと言ってたのか。はい、あ、それ嬉しいね。嬉しい、はあ、嬉しい、嬉しいでしょ、それは息子に言われたら。あ、息子さんなんですね、先生の。横の子だろ、はい、千尋だ、千尋、千尋くん。ああ、私の息子で。あ、そうなんですね。ああ、そうだよ、そうだよ。お父さんみたいになるって言ってましたよ。ああ、お父さん泣いちゃうかもいい子だったでしょ。すごくいい子でしたね、千尋もね。入院長くなってきてるから、まあ話し相手がいなくてね。はいはい、うん、時々そうやってお話ししてくれると私としても嬉しいよ。なるほど、うん。さてと、他に何かなかったかな、もう大丈夫かな。そうですね、特に、うん、そうかそうか。じゃあ今日もお話をしようと思うんだけど、いいかな。はい、よし、今日はそうだな、うーん、君はテセウスの船というのは聞いたことあるかな。あまり、あまり、聞いたことが、あまり、おー、ちょっと聞いたことあるかも。もしかしたら覚えてたら、記憶があったら知ってたかも。聞いたことあるけど、内容はわからないかもしれない。なるほど、なるほど。テセウスの船というのは、パラドックスの話なんだけど、まあ、はい、テセウスが乗っていた船がありました。そして、はい、古くなったパーツを、徐々に新しいものに変えていきましたと。はい。そして最終的に全てのパーツが置き換わった時、その船は同じテセウスの船と言えるのだろうかという話なんだけど、君はどう思うかな？なるほど。同じ船だと思う。おー、パーツが全部変わっても同じ船。うん、どうして？もともと、もともとの船にパーツを継ぎ足しただけだから。でも全部別のパーツだよ。もう古くなったパーツを取って新しいパーツを入れる。取って新しくしただけだから。おお、全部パーツ違うよ。でも、うん、それでも元の船だと思う。おー、どうしてだろうね。なんでそう思うんだろう、別のパーツなのに。なんでだろう。うん、なんで。あ、頭が頑張って。あ、頭が。ここを考えるのがこのお話の大事なところだよ。なんで一緒なんだろう。あ、うん、そのほう、テセウスっていう人が乗ってるから、うん、おー、乗組員がいるから。そう、じゃ あ、まあテセウスの船ありました。で、まあ、事故にあって、テセウスの船が、はいはいはい、みんな死んでしまいました、乗ってる人が。はい。そして、他の人が船を修理するためにパーツを入れ替えた。はい。この場合は別の船になるということかな。でも船に乗る人は変わらない。いや、みんな死んだ。じゃあそれはまた別の人の船になる。おお、元の船とは違う船になる。うん。おお。所有者が。ほうほうほう。の人のものだと思う。大事なのはその船誰が持ってるか。そう。ああ、じゃあテセウスの船がありました。はい。テセウスが船を売却した。はい。別の人が所有した瞬間、その船は元の船とは別の船になる。はい。全く同じパーツでも。はい。わあ、じゃあ君携帯とか持ってて、まあ何でもいいや、君が持ってるものを人にあげたら、はい、いきなり別のものになる。私のものではなくなる。おう、別のものになる。別のもの？そう、同じものか別のものかっていう話なんだよね。別のものに変わるのかっていうことなんだよね。別のものには変わらない。
で、同じもの。ん？ちょっと難しくなってきた。ん？別のものになるか、同じものなのか。同じもの。なんだろうな、テセウスの船っていうのは、なんだ、テセウスさんの船っていう、所有してるっていう意味じゃなくて、まあ、テセウス号みたいな感じ。はいはいはい、ああ。そうそうそう。まあでも、名前を変えてしまったら、うん、別のもの。別のものになるから。おお。だから、そのテセウスの船っていう名前がついてたら、うん、いくらパーツが変わっても、テセウスの船だと思う。じゃあパーツ変えてなくて名前を変えたら別の船に変わる。うん。おー、テセウスの船っていうのをじゃあなんか適当にウンタラ号みたいな名前つけたらもう物が変わる。もうそれはなんたら号、うん、おー、じゃあ君今、お名前戸崎ミミさんだったかな。はい。じゃあ山田太郎さんに名前変えたら君は君じゃなくなるんだね。名前が大事だから。それはまたちょっと違うかな。おー。何が違うのかな？人と物？おお、無機質なものか、命あるものかで変わる。そう。おー。じゃあ無機質なもの、名前変えたら別のものに変わる。けど、命があると変わらない。うん。なんで違うんだ、ここは。なん、うん、人、その物は人が所有するかどうかで、うん、まあやっぱ人が所有してるから名前もつけるし、うんうんうん、だからその大事にしてるわけじゃないですか、名前をつけるってことは。けどその名前をつけた人がいなくなってしまったら、また新たに別の人が名前をつけてそれを大事にするから、また前の人とは違うものになるのかなっていう。おお、というか何だろう、人がいるから、物の場合は認識が大事ってことなのかな。周りの人からの、周りの人がそのものに対してどう思っているかが大事ってこと。そう、それの一番代表的なのが名前。名前。ああ、なるほどなるほど。まあ周りの人がどう思うかっていうのが大事ってことか。うん、周りの人がずっとテセウスの船だと思ってるから、テセウスの船はテセウスの船、うん、名前が変わって別のウンタラ号だと周りの人が思ってるなら他のウンタラ号になる、うん、お、周りの人がどう思ってるかが大事。大事で、今回のテセウスの船は周りの人がテセウスの船だと思ってるならずっと同じテセウスの船だと。そう、どれだけパーツが変わっても。はい。おお、なるほど。なんていうか難しい問題だったけど話してみるとよく分かったよ、君の考え方が。本当ですか。うん、すごいいい考えだと思うよ。分かりやすいというか伝わってよかった。うん、ちょっと頭きたんじゃないだいぶ頭刺激されたんじゃない。結構刺激されましたね。自分がどういう人間だったかだいぶ思い出してきたというか。思い出して、うん、私どう考えるかなみたいなことをやっぱ考えたから、うん、思い出してきてるかもしれないね。うん、うん、いや、いい話だったよ。よかったです。うん、なるほどね、周りからの認識か。ふんふん、まあ確かにね、他の人がいないとね、物はね、うん、どう認識するかが大事だもんな。うん、うん、よし、今日はこの辺にしておこうかな。私もまた外来の患者を見に行かないと。はい。他に今のうちに聞いておきたいことは今日はないかな。特に今日はない。はい。うん、そうかそうか。じゃ あまた夜になったら診察しに来るよ。はい。そう言うと男は部屋から出ていきました。あなたは今手術室のベッドの上にいます。相変わらず体は重いんですが、はい、昨日よりかは
体が動きそうですね。少しだけ歩いて気になったものを調べることができそうです。いっぱい調べるか。資料、患者の名簿と思わしきものが収められて、これ名前がずらーっと並んでて、適正率1、適正率2と書かれた数字が2つ名前の横にあります。そして名簿の一番上の名前は空欄になってる。かなりの量がありますね、はい、この資料は。ここも調べれば、スキルがあれば何か追加の情報が得られそうです。なるほど。何かあるか。資料ですね。目星でもいいですよ。目星もいいですよ。じゃあ目星で。はい、どうぞ。あら、71 70以下で成功で71。ギリギリ何も見当たりませんでした。くそー。惜しい。じゃあ次を見ていくか。加湿装置、温風で太陽を適温に維持するための装置だ。加温装置ですね。あ、加温装…あ、はい、加温装置。なんて言った？加湿装置って言いました。加湿器じゃなくて、ね、加温装置、はい、ここも調べてます。これも目星でいくか。あ、いいですよ。いきます。おお、怪しいところがないか機械を、隅々まで見てみたんですが、はい、普通こういう装置は温風が出てるはずなんですけど、はい、冷気が出てます。冷たい風が出てる。それと同時に何か別の気体も出てるみたいなんですけど、まあ、それが何かは分かりませんでした。なるほど。ちょっとなんだか怪しい、怪しくなってきたな。ちょっと不穏な空気が。このままここにいていいのか。おーい。はい。めめお姉ちゃん。はい。起きてた？起きてたよ。大丈夫？調子どう？大丈夫。調子、うん、多分大丈夫。大丈夫？なんか気になることでもあったの？うんどうしたの？何でもいいから教えてよ。大丈夫？うん、大丈夫。本当？うん。なんかさ、僕の気のせいだったらごめんなんだけどさ、うん。今日さっきさ、うん。あの、お父さんと話してたよね。うん、話してたね。なんかさ、その時にさ、なんか、目がさ、白黒みたいな言ってたんだけどさ、うん、それって大丈夫なの？本当？わからない。わからない。先生は何も言ってなかったけど。うん。多分大丈夫じゃないかな。そっか。それってさ、本当に白黒に見えてるの？そっか。なんかさ、そういう目が見えにくいとか白黒に見えるって話はさ、うん、僕初めて聞いたんだけど、初めて聞いたっていうのは、あの、僕ね、ここに2年ぐらいいるんだよ。そんなにいるんだ。それでね、なんかその部屋に入ってくる人がさ、みんな、なんか頭がぼーっとするとか、なんかお話が通じないとかさ、そういう人ばっかりだったから、初めて聞いた症状で、僕もちょっとびっくりしちゃったな。
なんかさ、その日その部屋に運び込まれた人って平気なんだけどさ、うん、うん、次の日になるとちょっとおかしくなっちゃうっていうか、なんか会話ができないっていうか、変になっちゃう人が多かったのね。うん、だからさ、耳お姉ちゃんがそうなっちゃうんじゃないのかなって怖かったんだけど、うん、でも普通にお話できてよかった。そうだね。あのさ、うん、僕ね、実はさ、目がね見えないの。そうなの？リアルすぎる。事故でさ、体も動かせなくてさ本当に病院運ばれてんだろ、うん、これ今、ね、超不安そう。9歳なの。かわいそうになってきて、なんか不安そうすぎて、うん、それで、9歳だから、うん、7歳の時だったかな7歳の時に事故に遭っちゃって、かわいそうになってきた、うん、めちゃめちゃ一番リアルかも、病院にいるんだけどさ、今までで、うん、まあでも時々ねみお姉ちゃんみたいな人がさ、お部屋に入ってきてお話こうやってしてくれるの、うん、本当に助かるからさ、うん、あんまり良くないことかもしれないんだけど、うん、みみお姉ちゃんが入院してきてくれて嬉しい。みみたいが V スポメンバーと食事した時に目を合わせられなかったらしい。そうだね、でも話し相手がいるのは大事だよね。意外そういうタイプ、うん、そうだよね。なんかさ、お父さんと話してたけどさ、あ、なんか思い出したこととかあった？意外だな。あんまりかな。そっか。なんか好きだったものとか思い出さないの？好きだったもの？じゃあアイデア振ってみましょう。はい。おお、じゃあ自分が好きだったものを一つ思い出してもいいですよ。ゲーム。なんか思い出せた？ゲームが好きだったかな。ゲーム？うん。どんなゲームが好きだったの？なんかね、銃を持って、うん。成功して。敵を倒していくの。何それ面白そう。すごく面白いよ。それさ、僕もできるかな？できるよきっと。自分のフィールド。難しくないよ。自分のフィールド。じゃあさ、僕がさ、良くなって、お姉ちゃんも退院したらさ、うん。僕とさ、一緒にゲームしてくれない？いいよ。本当に？やったー、ありがとう。僕あんまゲームやったことないんだけどさ、うん、来ないでね、下手でも。可愛いな。大丈夫。来ないよ。よかった。それなら全然いいんだけどさ、いやー楽しみだわ。急に喋る。じゃあさ、早く耳お姉ちゃん記憶戻るといいね。そうだね。うん。絶対約束だからね。うん。わかった。ありがとう。そういう話をしていると、また強烈な眠気があなたを襲いました。泥のように眠りに落ちます。おやすみ。おやすみ。いやー、おはよう。おはようございます。うわ、なんか今日すごい元気だね。そう、今日調子が良い、いいみたいです。すごい勢いを感じるよ。今までで一番の。よかったね、元気になって。元気になりましたね、きっと。体調もね、だいぶ良くなってると思うから、今日には退院できそうだね、ちゃんと。ん？今日も退院だよ。あ、もう退院。あ、今日午後退院。今日の午後には退院かな。ありがとうございました。いや、よかったよかった。まああとは記憶戻すだけだね。はい。今日はどうかな。昨日はもうまたもうバー寝てたけども、すごい寝てたけど。なんかあったかな。昨日は、昨日も千尋くんとお話を、はい、何の話してたかな。何の話。うん、そうだな、なんか自分の好きなものを思い出して。おお、思い出した。何が好きだったの？
ゲームが好きで。あ、ゲームが好きだったの。はあ、はい。それを思い出して、うん、千尋くんと元気になったら一緒にやろうねっていう約束を。のはそんな約束を。あるいね、なんか。うん、千尋もすごい喜んでると思うよ。うん。ありがとうね。いえいえ。他に変わったことあったかな？他に変わったこと？うん。わあ、特に。特にない。うん。うん。ちゃんと安静にしてた。はい。でも悪いことしてないよね。してないです。おお、まあまあしっかり休んでるから体も良くなってんだろうな。さあ、まああと記憶戻すだけだからね。今日も、まあ今日もというか今日最後のおしゃべりになるんだけど、はい。始めてもいいかな？はい。よし、わかった。じゃあ最後は、うん、そうだな。あ、君は臓器くじというのは聞いたことあるかな？いや。ないです。お、臓器くじというのはある人間を一人積極的に殺してそれより多くの人間を助けることはいいことだろうかという思考実験だ。まず公平なくじを健康な人に引いてもらう。はい。当たりが出たらその人は殺される。はい。殺された人の臓器をすべて取り出し臓器職が必要な人々に配る。はい。移植は必ず成功するものとし、くじに不正はないとする。そして、はい、人を殺す以外に臓器を得られないものだとしたら、君はこの臓器くじどう思うかな？人による。人によるというのは？その、うん。仮にくじで当たりが出て、うん、臓器を取り出される人が悪い人だったらいいと思う。ほう。でも何にもしてない人、いい人だったら、うん、良くないな。まあでも公平なくじを健康な人に引いてもらうわけだから、まあいい人になるか悪い人になるかは分からないだろうね。なるほど。なんなら世の中いい人の方が多いんじゃないか。まあそれだったら良くないかな。おお、どうして？どうして？うん。人を殺さないといけないから。でも多くの人が助かるよ。一人よりも多くの人が助かる。まあそれでも、それでも、それでも多くの人が助かるとしても、うん、人を殺すのはダメでしょう。おお、じゃあ移植される側の人は死んで しまってもしょうがない。しょうがない。うん。じゃあ君が移植される側の人間だったら？諦める。おお、くじにはそれでも反対。うん。死んだ方がマシ。うん。おお。なんか迷いなかったね、その答えに。うん。実際この状況になっても君はくじは引かなくていいと言えるんだね。うん、そうですね。じゃあ移植される側の人間が君の一番大切な人だったら？移植される人が私の一番大切な人だったら。うん、君の一番大切な人が、まあ、心臓だったり、肺だったり腎臓だったりどこか臓器が悪くなってしまってもう1年も持たないだろう。そういう状況になってもくじには反対する。うわー、ちょっとまた話変わってくるな。おお、その場合は違うかも。うん、難しいなぁ。うん。まあ自分の大切な人だったらあり、うん、だけど。あり、賛成。うん、賛成だけど。くじを引く。うん。
それ死んでほしくないから。うん、でも殺される人にも大切な人がいるかもしれないよ。あ、自分が死ぬわけじゃないんだ。あ、もちろん9時に誰かが当たるだろうね。自分が死んで臓器をあげるってこと。いや、自分の命を犠牲にして助ける系だと思ってたけど、うん、そうじゃないんだったらなしかな。おお、どうして。自分の大切、一番大切な人だよ。うん、まあでも、うん、他の人を殺してまで生きては欲しくないかな、うん、目の前で助けてって言ってても、うん、引けないっていう。うん、おお、一貫してるね。うん、どうしてそんなに、どうしてそんなに、うん、めちゃめちゃ一番大切な人だよ。家族だったり、まあ、恋人だったり友人だったり。まあ、うん、死にたくないって言ってても反対できるんだよね。うん、賛成できないな、くじで殺すのは。理由は同じ。同じ。悪い人しかくじに当たらないなら賛成できるんだよね。うん。おお、どのぐらい悪い人だったら賛成できるの。でも人殺してるとか。おお、まあ死刑とかね。そうそうそう、そういう人だったらいい。だったら大丈夫かな。いい人だったらいいけど、悪い人だったらしょうがない、はい、くじでいい。うん、おお、なるほどなるほど。ただ基本的には全員、全健康な人が対象だったらくじには反対。うん、おお、一貫してるね。やっぱりダメか、関係ない人が死ぬのは。うん、より多くの命が助かるとしても、まあ、もう運命みたいなもんか。そうですね、死ぬ運命だったと。うーん、なるほどなるほど。全部無関係だとしても、身内だとしても、自分だとしても反対。うん、一貫しててすごいいい答えだと思うよ。うん、君はなんというか意志の強い人だったのかもしれないね。はい、うん、なるほどなるほど。いや、最後に何だろう、いいとこ見れたというか。本当ですか。ああ、素晴らしいと思うよ。普通というのはちょっと違うかもしれないけど、自分の一番大事な人が助けてくれって言ってたらちょっとは揺れるというか、どう、いやーってなると思うと思うんだけど、いや無理ですとこうスパッと言えるのはすごいことだと思うよ、私は。もう悩むとこないんだよね。まあ、うん、ちょっと考えることある？いや、自分が死ぬ場合だったらいいけどっていうだけかな、うん、大切な人のために死ねるけど他人は殺せないってことかな。そう、まあでもくじ当たるだけだからね、自分が殺すわけじゃないよ。まあでも自分が殺す、うん、殺さないじゃなくって他の人が死ぬのがかわいそう。まあ、臓器悪い人はもともと悪いんだからしょうがない。うん、かわいそうと、かわいそうではあるけども、まあしょうがない。うん、でも本当は生きれたのに死んでしまうのはかわいそうだ。うん、おー、なるほどなるほど。納得できたかな。納得できたかなというか、もう迷いはないかな。そうですね、うん、結論出た。はい、おー、いやでも一貫しててやっぱりいいよ。私はそういう答え好きだよ。なんか退院前にちょっと暗くなっちゃったね。なんか、ね、なんか暗い話されて。なんでこんな話したんですか。いやいや先生、悪いね。いやでも今一番大切な人の顔が思い浮かんだんじゃない。そうですね、あ、記憶がまた一個戻ったということだよ。じゃはい。まあまあ治療なんでね。うん、はい、じゃあ今日もまあまあ退院の準備もあるんだが、この辺で一旦失礼しようかな。はい、
あ、今のうちに聞いておきたいことあるかな、退院前に。まあ特にない。退院したら、うん、どうしていけばいいですか。退院したらどうして生きていけばいいと思う。好きに生きていけばいい。健康に暮らしてくれると私としてはありがたいんだけど。なるほどね。はあ、なんか不安なの。いや、どこに行けばいいか。家に帰ればいいんじゃない。家を思い出してないのに。ああ、記憶はもう戻るよ。あ、午後には戻る。戻る。うん。あ、なるほど。じゃあ、ああ、分かりました。何の疑問もないんだね、そこは。ああ、記憶が戻るなら。ああ、記憶戻るよ。うん。他はな、大丈夫かな。はい。よし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 。じゃあ私は失礼するよ。それと男は部屋から出ていきました。そうですね、体の調子はもうほぼ元に戻ってるので、今だったら、歩き回ることができそうです。はい。扉、トラニの部屋に続いている。まあ、千尋の声が聞こえてきた側かな。方向的には千尋くんのとこに行けるってこと。おそらく。とりあえず早くこの手術室から出たい。入る。入る。ちょっと、はい、聞き耳を。まあいいですよ。扉の向こうかな。はい。まあいいですよ。降りましょう。くそ。まあなんか変わった音は聞こえないですかね。この部屋と変わらない音が聞こえます。じゃあ行くか。入る。千尋くんに最後に会いに直接。入る。はい、はい、隣の部屋薄暗いですね。部屋の中央がぼんやりと光ってて、ベッドがあります。誰か寝てますね。はい、今部屋の入り口にいます。あれ、誰かいるの。千尋くん。あ、ミミお姉ちゃんだ。どうしたの。え、もしかして今僕の部屋にいるの。うん。うわ、ちょっと言ってよ先に。びっくりしたよ。ごめんね。うん、全然大丈夫。今日ね、退院するんだ。うん、あ、本当。じゃあ動けるようになったんだ。うん、そう、だから最後にね。うん。顔を見に来たんだよね。え、もう言ってよ先に、恥ずかしい。もうでも嬉しい、ありがとう。うん。え、ねえねえねえ、え、今お姉ちゃんってさ、どの辺にいるの。今扉の前にいるよ。あ、本当。え、じゃあさ、あ、うん、ちょっとさ、お願い してもいい。うん。僕さ、もう目も見えなくてしばらく動いてなくてさ。うん。だから自分の体がさ、まあどんぐらい背が伸びたかなとか、髪の毛伸びてるかなとかさ、気になるからさ。うん。もうちょっとこっちに来てさ、僕の体見てくれない。いいよ。え、ほんと、ありがとう。うん、あ、じゃあベッドの方に行くでいいですかね。そうですね、とりあえず電気を。電気探す、切れないんですか。最初に電気を。部屋の電気のスイッチ、じゃあ目星してみますか。はい。そうですね、周りを探して部屋の電源を探そうと思ったんですけど、はい、反対側にあるかな。反対側にそれっぽいのがある。あー、なるほど。じゃあそっちに、そっちに行きます。はい、はい。部屋の反対側に移動しようとした時に、まあ、ベッドの脇を通ったんですけど、はい、その時に、中央のベッドを見ると
ベッドに横たわっているのがあなた自身だということに気がつきました。あなたは今ベッドのそばに立ってる。立って横たわる自分を眺めてる。ではベッドで寝ている自分は誰なんだろうか、どうして自分が二人いるんだろうか、異様な光景に産地チェックをお願いします。おお、 1D10 ですね。メッセージを入力の上にある、はい、左から4つ目のところを押して D10 ってやつ、はい、それで送信を押してください。マイナス9ですね。あ、産地が減った。お姉ちゃん？あ？ん、どうしたの？なんで黙っちゃったの？いや、電気をね。うん。この部屋ちょっと薄暗くて。あ、そうなんだ。つけに行こうかなって思ったんだけど。うん。え？何？え、僕の体変だった？いや。ん？変っていうか。うん。そうして話していると落ち着いてきたのか、声が聞こえてくるのは横たわってる自分の体からではなく、その横にあるここからだということに気がつきました。え、やっぱり変だった。うん、本当？うん、なんでもないよ。本当？うん、うん、びっくりした。嘘。なんか髪の毛とか女の子みたいになっちゃってる、もしかして。そうだね。え、恥ずかしい。もうこんな姿で耳お姉ちゃんと会いたくなかったな。何も変じゃないよ、大丈夫だよ。本当？うん、よかった。でもいいな、かわいい、羨ましい。ちひろ。ああ、お父さん起きてたんだね。うん、起きてたよ。今日はなんだかご機嫌じゃないか。だってね、ミミお姉ちゃんが遊びに来てくれたんだよ。ああ、ミミさんもう退院だからね。最後に会いに来てくれたのかな。そうですね。うん、ちひろもちゃんとお祝いをしないと退院の。もう行っちゃうからね。羨ましい、羨ましい、いいな、いいな。でもおめでとうだよね。うん、ちひろもすぐに退院できるようになるよ。うん、よかった。そうだね。ミミさんと少しお話があるから。ちひろ少し休んでおいてもらってもいいかな。なんで？大人の話なんだ。うん、大人の話か。うん、じゃあしょうがないから休んどく。ねえ、ミミお姉ちゃん。うん？後でさ、またお話ししてもいい？うん。わかった、ありがとう。じゃあまたね。うん、またね。うん。そう言うと男はシリンダーについているスイッチのようなものを切りました。いや、もうそんなに動けるようになったんだね。はい。体を自由に動かすにはもう少し調整が必要だと思ったんだが。え？どうかしたかな？あれは何ですか？ベッドに横たわっているものの話かな？両方？ああ。息子はね、体の原型がとどめられないほど重傷を負ってしまってね。なんとか脳だけは守ることができたんだ。そしてベッドに横たわってるのは君自身の元の体だ。元の体？ああ。え、じゃあ私は、うん、
よくできてるだろ。今の君の体は作り物だ。機械の人形に君の脳を移し替えたんだ。そうでしょ。息子はね、その機械の人形にはうまく接続できなかったんだ。機械に移し替えるには少し時間が経ちすぎてしまっていたらしい。うまく馴染んでくれないんだ。ただ君のこの元の体なら、適正率 98% の君の体なら、きっとこの子に馴染んでくれる。そしてその人形の体も君に馴染んでるだろう。少し調整は必要だったが、適正率は 97% だったからね。君にお願いがあるんだ。何でしょうか。息子のために君の体が欲しい。君にその機械の体を譲る代わりに、君の体を譲ってくれないか。もし君が断るなら、 100% 失敗せずに元の体に戻すことができる。どうかな。なるほど。いや、私はこの体で普通の生活は送れますか。何分私にとっても初めてのことでね。人間的な機能や見た目は変わらないが、いつまで持つかは私にもわからない。3年は間違いなく動くだろうが、それより先はどうなるか誰にもわからない。もちろんできる限りのメンテナンスはするがね。これは、君はテセウスの船の話の時に言ったよね。周りがどう認識するかが大事だと。見た目も機能も変わらないその体なら問題ないんじゃないのかな。うわぁ、いや、もし私がここで断ったら、先生はまた同じことを繰り返すんですよね、別の人と。私はまたくじを引くだろうね。そうですよね。何千人という人を見てきたが、どちらの適正率も高い人間は君が初めてだ。次の人間が見つかるまでに千尋の脳が持つかはわからない。いや、元に戻してもらいます。理由を聞いてもいいかな。理由を聞く、理由を、やっぱり作り物の体よりやっぱり自分の体の方に戻りたいのと、うわ悩ましい。理由、うわ理由か、うまく伝えられない。
まだ迷いがあるのかな。いや、迷いはないけど、うん、うん、うん、自分の体に戻りたいかな。君がそれを選ぶならもちろん構わないよ。うん、もう心は決まったかな。うん、そうですね、体は、うん、私のものなので。そうだね。先生と千尋くんには申し訳ないけど、うん、自分の体に戻りたい。戻りたい。分かった。じゃあ最後にもう一度だけ聞かせてほしい。はい、息子のために君の体が欲しい。君にはその機械の体をあげる。お願いだ。君の体を譲ってくれないか。無理です。分かった。そう言うとあなたの視界がふっと暗くなりました。あなたは気がつくと自分の家の前に戻っていました。失われた記憶も戻っています。病院での出来事も覚えている。あれは夢だったのか現実だったのか、ふと体のある一部分がよく見ると分かることだが、他の部分とは違う色になっていることに気がつく。果たしてその体は本物なのか偽物なのか、それがはっきりするのはもう少し後のことだろう。では最後に何か、一言言って終わりになるんですが、何か言いたいことありますか。何か言いたいこと。はい、この状況で。何でもいいですよ。怖すぎ。以上、シンクトゥルフ神話 TRPG 片代でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。怖すぎ。どうでした片代。いや、はい、ストーリーめちゃめちゃ良かった。はい、めっちゃ怖かった。なんかこれが自分ずっとビビってたもんね。はい、そう、自分が体験してることのように思ってたらマジで怖くて。普通に会話なんてできない。超ビビってたもん。いや、もうだって、いいですみたいな。いや、もう先生と話してるとき2日目からもう先生のことをもう不審にしか思ってなかったから。怖くて怖くて。千尋君と話したこともだって先生に関してのこととか全然話せなかったもん。夢のこととかそういう話しかもうできなくて、うん、怖すぎ。なんかされるんじゃねえかと思いながら。まあなんかされてたんですよね。そう、なんかされてたのはそうなんだけど、はい、なんかこれ本当のことを話したらなんかされるんじゃねえみたいな、殺されんじゃねえと思ってびっくりしてた。まあまあまあ、まあ、警戒するでしょうね、そりゃ。怖かった。とんでもないよ。どうでした、千尋は。どうでした。どうでした、千尋くんは。千尋は、そうですね、千尋くんは、いや、もうパンって出てきた瞬間でも私のマジかよっていう顔を見ていただきいや、もう口に出てたもん。嘘。いや、言ったよちゃんと。でもあそこなんかちゃんとかばってくれるというか、うん、気遣ってくれて
よかった。いやそりゃ言えないでしょ、あんなのよね。嘘やばかったけどな。かなりビビってた。超衝撃受けてた。嘘。いやもう実際そんなのが目の当たりしちゃったら当然なるでしょ。そうだよね。それはね。それはなる。怖すぎるよ本当に。なんかもっとなんか。え、なんだろう、想像してたのが、ああ、なんかそのこの役職みたいなあって、役職っていうかなんか割り振るやつ、ああ、なんかファンタジー系のものなのかなと想像してたら何が全然現代全然今怖かった。本当によかった。もうのめり、結構のめり込んでくれてよかった。なんかいやもう本当に現実じゃなくてよかった。感情移入、ね、しすぎて怖くなってたもんね、うん、だってそう、あのなんかね、そう映画とか見ると感情移入しすぎちゃうから、うん、いやもう本当に、いやすごく素晴らしいストーリーでだと思います。いやありがとうございました。答えも一貫しててよかったね、うん、本当ですか、うん。まあその答えだったら最後は断らないとなと思ってたら、ちゃんと断ったから、うん、いや迷った。あれは最後なんかその質問したじゃないですか、同じこと繰り返すんですかって。うん、そうだから繰り返させないようにもう体を上げちゃうか、あ、もうか元の体に戻してもらって、うん、もう通報するか。すごいな。もうどっちかだなと思って通報する方を選んだ。まあね、普通そうするかも。うん、確かにリアルだな。最後の怖いよで終わりだからな。うん、夢かな、みたいな。何が起きたいのか分かんなかったもん。よかった、でも面白かった。うん、やってくれてよかった。河川さんのナレーションもひなのとジーロくんもめちゃめちゃよかった。ちゃんと感情移入できるぐらいにはよ、よかったから。え、うん、なんか初めはちょっと戸惑ってたんだけど、うん、2人がしっかりしてるからちゃんとできたかなって。いやなんかね、でも、うん、今まで結構やったけど一番リアルだったかも。うん、あ、そう、うん、なんかみんなちょっとね、うん、なんかなんて言うんだ、お面白いと言ったらあれだけど、あ、一番ねリアルだった。いや普通怖いわなみたいな。うん、いや怖いよ。一番なんか現実的な選択だったと思う。うん、で面白かった、やってて。いやまあ、はあ、ちょっとも話が重すぎて食らった。はあってなる。ちょっと食らったか。そう、暗くなっちゃうよ。うん、暗くなっちゃうね。うん、よかった。いや、そういう人間なんだ。そういう人間なんだ。そういう人間なんだ。ビビりなんでね。ビビりだし。初対面警戒勢だな、結構。そう、人間不信なとこあるから。うん、片白をやるとなんかそういうとこが出て面白い。うん、なるほど、ね、しっかり。その人がわかるんだ。結構わかると思う。みんななんか字が字が出るというか、うん、ちゃんと人見知り、やっぱミミタって人見知りだよなって思ったよ、うん、やっぱり。そう、ゲームの話思い出す瞬間めちゃめちゃ喋り始めたから。ゲームやってんのみたいな。急にそう、趣味の話になると急に口がなんか早くなるから、オタク全開モードになるから。そこでめちゃめちゃおもろかった。うん、それまでずっと、うん、わかんない、うん、みたいな感じだった。ゲームしてるんだよねーみたいな。いや、よかった、これ。
いや、こちらこそとても楽しめました。夢に出そう。夢になりそうだよ。ぜひ他の人のも見てみてください。はい、ちょっと見てみます。みんながどんな感じなのか気になってきた。逆にありがとうございました。本当にすげえリアル。本当にでも私多分記憶喪失になったら本当にあんな感じになる、なると思うんだよね。なる、絶対、もうなったことある。絶対にあんな感じだから。一番怖がられてた、歴代で。そりゃ怖いよ。みんななんかこう、仲良くなっていく人多いんだけど、喋っていくうちに。あ、そうなんだ。うん。一発目、大丈夫って聞いた時から、あ、いや、え、みたいな。いやでも初めてでそれだけ感情移入できるなら TRPG 向いてるよ。本当だな。めちゃめちゃかなり向いてると思う。ロールプレイの最高峰じゃん。だってもう、いやまあでも今回はこのストーリーだったからっていうのもありそう。うん、なんかそのロールプレイがちょっと苦手だから正直言って、うん、だからうん、この片白が良かった。この選択肢が自分だもんね。そう、うん、良かったですわ。良かったっす。良かったっす。いや良かったっす。こちらこそ。まあぜひ他の TRPG もね。はい。マダミスとかもやりましょうよ。そうですね。山登ろう、山。山登ろう。山。山登ろう。はい。はい。機会があれば呼んでください。ハハハハ、ハイゲンジ取った。自分でやるとは言えないけど、誘われたらやるので。いや、ちょっと、はい、あと4人かな。え、もう確定なんだ。いや、まあまあ、もう確定なんだ。うんって言ったからね。はい、あ、わかりました。山に登らせることに全力を注いでるので。はい、はい、片白より大事な用事ないんで。はい、山ももちろんそうです。はい、じゃあやらせていただきます。ちょっとあまりあの仕様がわからないので。大喜びじゃん。大喜びです。一回登ったらこうなります。いい、何もわかんない私でいいのかっていう。いもちろんいいのか。よかった。いいんだよ。それなら、はい、ぜひ参加をさせていただきます。あ、どうもどうも、ありがとうございます。いや、これちょっとやってほしいな、他の人でも。Vスポメンバー、いや、これは見たいわ。Vスポメンバーの反応が。ぜひ。めっちゃ見たい。はい、立花さんの見た方がいいですよ。いや、私のは大丈夫です。立花さんやってますね。立花さん、千尋くん。はい、誰がやってたの？これは俺の知り合いが、うん、ああ、そうなんだ。私はもうその人のね、サブキーパーに魅了されてこうなってしまいました。なるほどね。こうなってしまいました。いや、今日もうまかったっていうか。いや、でもめっちゃよかった。いや、もうちょっと名前を統一した方がいいなって思って、うん、みんなと考えてたんですよ、初め名前を、うん、そう。でそこでなんか夏希と千尋って出てて、なんか夏希って頭の中にいて夏って言っちゃった。それで夏って言ってたんだ最初。そういうことか。夏、本当にすいませんでした。千尋です。そういうことか。本当にすいません。これ名前とかなんか男女とかそういう設定を決めてよくて、あ、愛着を持ってほしいんだよね。あ、なるほど。プレイヤーの人に設定をいろいろ考えるんだけど、うん、ちょっとブレかけて危なかったんで。すいませんでした。夏。汗。え、何？私だったら、うん、いや、でもね、いろいろ考えたんだけど、うん、いやー、みー、いやー、何が良かったかな。私がショタ好きだと思われてる。ショタ好きだと思われてるっていうわけじゃないけど、なんかちょっと、でもみーみたいはこう結構グイグイ行く方が喋ってくれるかなって思って。あ、攻めたいと。まあ、そう、それで、ちょっとこう、ああ、なるほどね。ぐいぐいぐい話しかけてみた。うん、確かに。よかった。そうだったな。よかった。かなりグイグイだったらめっちゃ喋りかけてくるもんな。うん、そう。
見たら多分自分から喋ってくれないなって思って自分からはさすがに喋れないよ、あんななんか怪しげなところにそれはそう急に声が聞こえてきて、そうだよね、顔も見えないのに、そうだよね、うん、まあそれはひなのがうまいわ。いやよかった、ありがとうございます。いい子だなと思った。あ、いやめっちゃいい子だなって、なんかいい子すぎて、うん、なんかもうどんどんか可愛いなって思った。おお、可愛いなって思ったから嬉しい。めっちゃ可愛かったなんかちょっとニヤニヤしちゃったもん。無邪気すぎてニヤニヤしちゃった。そのレベル。うん、1週間ぐらいあったらいけたかもな、これ。確かに、いけたかもしれない。1週間喋ったらワンチャンあったな、これ3日じゃ無理か。いやもう私多分4日目で先生の不審がもう絶頂に達して、もう多分逃げてた病室から動けるようになった瞬間にもう多分病室から逃げてる。逃げてる。うん。